これぞ塔って感じだね。色気も何もあったもんじゃないぞ。お客さんが入るところじゃないからね。私も監視塔に入るのは初めてさ。どうせならパーティーのお客とかでお呼ばれしたかったわね。任せといて。ゼビオン、この罠の借り倍にして返してくれ。怒ってなさそうで怒ってるのよ。まあまあ、ここは冷静に行きましょう。フリープレード行ってらっしゃい。
もう我慢できないわ。もう我慢できないわ。ところまで来たんじゃないですか。ドルネコさん、そんな怖いことを言わないでください。大丈夫、落ち着いて。
クリフトさん。さあ、先を急ぎましょう。やれやれ、階段を登り切ったらまた階段かよ。冗談みたいな場所だな。さすがは世界一高い塔ね。この階段の先はどうなってるのかしら。また階段だったなんてね、考えても仕方ないのよ。急ぎましょう。ゼビオン王、双子の王は一体何を企んでるんだろう。ろくなことじゃないのは確かだな。この俺が叩き潰してやる。おいおい王子様、気持ちはわかるが、二
叩き潰すのは話を聞いてからだよ。ということはゼビオン王のいる最上階が近いってことね。よし、じわじわたぎってきたぜ。行くぞみんな、もう少しだ。高い、こんなところから落ちたら。そういうこったね。少しでも広いところで戦った方がいいぞ。剣の間はこの先だ。ゼビオン王はそこにいるはずだよ。だがこれまでのことを考えればすんなり通してはくれないだろうな。行くぞ。取り戻す。まずは魔物の扉を全て破壊するのだ。女王様の仰せのままに。行くぞ。
美しき女王様とは結界のことよりもっと個人的な話をしたいものだ。私はクールさんのように度胸があれば姫様と。いや、戦いに集中せねば。座の間を取り戻すとしよう。扉の内側から結界をかけているようだが、わらわには通じぬわ。マジャスティス！ジャイワールならジャックに任せてやる。あれは頼りになるやつだ。安心していい。私たちは私たちのやるべきことをやろう。さあ行くよ。魔物の扉か。なんか嫌な予感がするな。ちょっと変なこと言わないでよ。私もそんな予感がするけど。もう二人ともやめてよね。悪い予感ほど当たりやすいんだから。次へと小賢しい。どれだけ敵が増えようと切り倒すのみよ。そうですね、一人残らず片付けて美しい勝利を飾りましょう。面白いぞお前たち。よくぞここまで耐え抜いたものよ。一戦交えてみる価値はありそうだな。私の華麗な振り見せてあげるわ。貴様か、クレティアを生み出した者は。この所業今から後悔させてやろう。良い気迫だ。褒美に私が直々にあの世へ送ってやろう。お前たちからは不思議な力を感じるぞ。面白い、かかってくるがいい。こいつ行くぞ。かなりできるぞ。油断するなよ。怒らせたよな。知るがいい。アルテラソード！終わりだな。
ならば己の力で止めてみせよ。力なき者に守れるものはない。任せたぜ。その強さに免じて一旦引くとしよう。後の楽しみが一つ増えたな。強き者たちよ、さらなる強さを求めよう。次に戦えるのを楽しみにしているぞ。やったのかしら。ああ、とりあえずはだけどな。敵にはあんな強いやつもいるのか。おーし、絶好調だな。